桐谷美玲と三浦翔平が住んでるマンションはどこ？熱愛の真相は？桐谷美玲さんと三浦翔平さんの熱愛報道がされました。また同時に二人が同じマンションに住んでいる事実も発覚したため、どこに住んでいるのかも話題になっています。今回は桐谷美玲さんと三浦翔平さんの熱愛の真相とマンションがどこなのかについてお送りしていきます。交際が発覚びっくり。桐谷美玲さんと三浦翔平さんの交際をニュースポストセブンが報じました。交際が発覚した理由としては、二人がなんと同じマンションの廊下を挟んで向かいに住んでいることが発覚したためです。お互いの部屋を行き来するための所要時間はたったの5秒。さらに二人が住むマンションの部屋数は200個ほどありますが、エレベーターは居住フロアにしか止まらないため、セキュリティ性も高く、二人が密会していたとしても周囲の住人にバレる可能性も低そうです。交際のきっかけは、桐谷美玲さんと三浦翔平さんはドラマ好きな人がいることで共演していたことが記憶に新しいと思います。ですが、二人はドラマ共演の前から知人の紹介で知り合っていて、仲間内で食事に行ったりする中でもともと仲良しだったみたいです。そして交際のきっかけですが、三浦翔平さんはもともと本田翼さんと交際していましたが、2017年に破局した時に三浦さんが桐谷さんに色々と相談しているうちに、二人は急接近して交際に至ったというわけです。学生時代によくある恋愛相談をしているうちに相談相手を好きになってしまうパターンですね。本田翼と破局の理由は、三浦翔平さんは以前まで本田翼さんと交際していましたが、2017年には交際を解消したと報道されました。その後、本田翼さんは姿翔輝さんと熱愛をスクープされています。そもそも三浦さんと本田さんの破局の原因ですが、明らかにはなっていませんが、お互い仕事が多忙だったため、すれ違い生活が続き次第にお互いの気持ちも離れてしまったのではないかと思います。今回、東国さんと三浦さんが同じマンションに住んでいる理由は、三浦さんの前の恋愛がそのような形でピリオドを打ったため、今回は多忙中でも少しでも会える時間を多くしようという思いもあって、同じマンションに住むということを選択した可能性もありますね。マンションの場所はどこ？桐谷さんと三浦さんの住んでいるマンションですが、一体どこにあるのでしょうか。現時点で上がっている情報としては、セキュリティレベルが高いゲート付近に警備員、エントランスにはコンシェルジュ、敷地内にラウンジ、パーティールーム、ミーティングスペース、ドッグランが併設。完全に超高級マンションであることは間違いない。マンションの候補地、二人が住むマンションの情報から推測すると以下が候補となります。ザ・プール渋谷、セントラルパークタワー、ザ・プール新宿、六本木ヒルズレジデンス、中目黒アトランスタワー、赤坂ザレジデンス。
人が住んでいる候補地でもあるラプール渋谷のお部屋の動画がありましたので、よろしかったらご覧ください。とても一般人が住めるようなマンションではないです。マンション内で密会、二人のデートは同じマンション内で向かいの部屋に住んでいるということもあり、もっぱらおうちデートのようです。人気芸能人同士ですので、外でのデートはマスコミや一般人の目もあり、交際の事実にバレる可能性が高いため、大体お互いの部屋でのデート、もしくは三浦さんが近くのマンションを借りているらしく、そこでキリアさんが手料理を振る舞うこともあるようです。芸能人はやっぱり恋愛するにもかなり大変ですね。マンション内交際はバレない。今回キリア・ミレイさんと三浦翔平さんが同じマンションに住んで交際していると報じられましたが、最近芸能人のマンション内交際は頻繁にスクープされています。これまでに発覚しているだけでも以下のように多数の芸能人の名前が挙がっています。坂口健太郎さん、高畑充希さん、稲垣吾郎さん、菅野美穂さん、良い子の濱口優さん、南明奈さん、新垣結衣さん、錦戸明さん、以上に挙げた方々は今回のキリアさん、三浦さんと同様に同じマンション内で交際をしていましたが、皆さんやはり交際がバレてしまい、スクープされてしまっています。セキュリティも万全で情報が漏れる心配もなさそうですが、やはり同じマンションの住民から情報が漏れてしまうことが多いようです。マスコミ対策の他に同じマンションに住む理由としては、芸能人はかなり多忙なため、交際を始めても会える時間は限られているので、少しでも会える時間を作りたいという思いから同じマンションに住むカップルが増えているようです。恋愛の信憑性は、二人の交際報道についての信憑性ですが、現時点では何とも言えないですね。報道では二人のツーショット写真やデート写真がないため、決定的な証拠がありません。通常はこういった場合、ガセネタである可能性が高いですが、今回は同じマンション内で密会している可能性が高く、セキュリティもしっかりしているため、証拠の写真も撮りにくい状況であるため、決定的な現場を押さえるのはかなり難しいのではないでしょうか。12月20日に2人の交際がニュースポストセブンで発覚しました。そして同日に放送された今夜比べてみましたにキリア・ミレイが出演し、番組内では大学時代の友人4人が出演。友人たちからの情報によると、キリア・ミレイさんのタイプの男性は、顔は可愛い系、毛とか生えてなさそうな可愛い男性かタイプだと暴露しました。同日に二人の熱愛が発覚しただけに、視聴者はキリア・ミレイのタイプを聞いて間違いなく三浦翔平の顔を思い浮かべて、二人の交際を確信したのではないでしょうか。まとめ。キリア・ミレイさんと三浦翔平さんの熱愛についてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。二人が住むマンションはどこなのかという点については、現時点では場所の特定はできませんでしたが、芸能人御用達の居住区である渋谷、新宿、中目黒、六本木、赤坂である可能性が高いと思います。